ゆっくり霊夢と、ゆっくり魔理沙だぜ。藤原氏って平安時代の歴史にはめちゃくちゃ出てくるけど、その後もちょこちょこ出てくるわよね。そうだな。武士とかでも藤原の姓を持つ人物はいるな。ちょっとややこしくない？どの藤原さん同士が繋がっているのかわかりにくいのよ。まあそれだけ藤原氏が日本史の中で繋がっていたってことだからな。どうして藤原氏だけそんなに長く続いたの？それは藤原家の歴史を見ていくとわかるぜ。それじゃあ今日は藤原氏はなぜ滅亡せずに栄え続けたのかについて見ていこう。それじゃあゆっくりしていってね。藤原氏の起源。藤原氏の起源は1374年前の飛鳥時代に始まり、令和になった今でも続いている家系だ。なぜ藤原氏は途絶えなかったのかという答えは、奈良時代と平安時代に集約される。そんな昔からの話なの？645年に蘇我のイルカ蘇我の恵美氏親子を謀殺した中富の鎌足は、その功績によって、外交のトップである内大臣まで昇格し、朝廷での働きも認められ天智天皇から藤原の姓を賜った。そっか。中富の鎌足が藤原の始まりなんだ。藤原氏の権力は平安時代の後期に衰えるが、それまで朝廷で重要なポジションを維持し続け、平安時代には、天皇に代わって政治を行う地位である摂政関白まで上り詰めた。そして、その地盤を築いた人物が藤原氏二代目の藤原の不人だ。不人は何をしたの？不人は娘の都を文武天皇と結婚させ、天皇の外戚になって政治に加わるシステムを奈良時代に構築した。外戚とは、天皇と自分の娘を結婚させて天皇と親戚になることだ。天皇と親戚になると何かいいことあるの？なんといっても、自分の孫、つまり自分の娘が産んだ子供が次の天皇になる可能性が高くなるってことだ。もしそうなれば、祖父という立場で政治に首を突っ込むことができるわけだ。なるほど、政治に口を出せるようになるってことね。やがて都が帯人の王子、後の聖武天皇を産むと、不人は次女の光明氏を天皇や皇后が住む皇宮に預ける。そして不人の思惑通り聖武天皇と光明氏も結婚した。娘を使ってのし上がっていくのか、すごい話ねー。このように不人は父である鎌足に負けず劣らずの功績があり、父の改革を引き継ぎ古代日本の礎を築いた希代の政治家だった。同時に天皇家との関係を深め、藤原氏という華麗なる一族を確立し、時代を動かすまでの権力を得るきっかけとなったわけだ。鎌足と不人の親子が、現在まで続く藤原氏の地盤を作ったわけね。藤原四家、不人は死後に太政大臣という臣下として最高位の官位を賜り、父鎌足に続き親子二代での黄金時代を築いた。その後の藤原氏の命運は、四人の息子である藤原の四兄弟、後の藤原四家に託されることになる。四兄弟それぞれが家を作ることになるから、余計に藤原家の権力が広がりそうよね。四兄弟はそれぞれ、ムチマロが南家、フササキがホッ家、ウマカイが四季家、マロが京家を作った。独立して四つの家に分かれ朝廷に君臨していたが、人口の 30% が死亡したと言われる天平の天然痘の大流行により、なんと四兄弟全員が亡くなってしまう。四兄弟がみんな亡くなっちゃったの？四人とも子供はいたが、まだ幼かったため、代わりに立花の諸江が一時的に政権を担当することになり、立花氏は一時的に勢いを持つことになる。しかし名門藤原氏の子孫たちによって立花氏は排斥され、また藤原氏が政権の中枢に君臨し始めた。藤原家はくじけないわねー。しかし藤原四家のうち、四季家と京家の流れは早々に途絶えてしまい、家が続いたのはムチマロの南家とフササキのホッ家の流れのみだった。どうして？特に藤原ホッ家が繁栄するきっかけの一つとされるのが、クスコの変だ。810年、帝位への復帰を狙った平城上皇と弟の嵯峨天皇が争った。クスコって女性の名前よね？何か関係あるの？平城上皇の寵愛を受けていた藤原の四季家のクスコと兄仲成は平城上皇側に、藤原ホッ家の不輸継ぐは嵯峨天皇側についた。嵯峨天皇の勝利によって、不輸継ぐと藤原ホッ家は勢力を伸ばしていくことになったんだ。そっか。政治の動きがあるから、四家すべてが残っていったわけじゃないのね。だから特にフササキのホッ家の流れは奈良時代には大きな勢力ではなかったものの、平安時代に入ってから内麻呂や不輸継ぐ等の有力な人物が出て、藤原氏族のトップとなり、藤原氏の流れの中で最も栄えた一族となった。平安時代といえば、藤原家の時代と言っても過言じゃないものね。そうだ。不人が構築した外戚システムは時代が変わっても藤原氏に受け継がれていった。中でも、外戚システムをうまく使って平安時代に大出世したのが藤原の義房と藤原の道長だ。ここでも外戚であることをうまく利用したのね。義房は家臣で初となる摂政となっている。それまで摂政は皇族が受け継いできた高い地位だったから、家臣が摂政になるのは異例のことだったんだ。まさに大出世ね。
もう向かうところ敵なしよ。また、吉房の養子である藤原の元常も外戚で天皇と強く癒着し、こちらも家臣で初となる関白となり、それ以降、幕末まで藤原氏だけが摂政関白を継承することになった。へえ、摂政と関白って藤原家の独占だったのね。道長と頼通の代には摂関政治が最盛期を迎え、道長に関しては天皇より先に書類を見てもいい権利である内乱も許されていた。だから自由自在に政権を操って栄華を極めたそうだ。この世は我が世とぞ思う望月の欠けたることもなしと思えばっていう歌も納得ね。ご説教。しかし、栄華を極めた藤原氏の勢いも長くは続かなかった。平安時代末期に上皇が直接政治を行う院政が始まると、藤原氏が代々務めた摂政関白の意義が薄れることになっていく。そうか。上皇が摂政や関白と同じような仕事をしてるんだもんね。さらに平の清盛や源頼朝が樹立した武家政権の誕生に合わせて、公家は京都の朝廷という小さな世界での存在となり、この時代から歴史の教科書に藤原氏が登場する頻度も減ってくることになる。武家は日本中に広がっていったから、日本史の主役が移った感じはあるわね。そして鎌倉時代には幕府の政策により、藤原の道長の流れからこの江九条二条一条高司の5つの家、五節家に分かれ、公家の価格が固定された。そしてこの五節家こそが藤原氏の嫡流で、現代にまで繋がる藤原氏ということになっている。道長から繋がる藤原氏の直系ということね。さらに院政では摂政関白に頼らず、中華旧貴族を重用した。白河天皇以降、鳥羽、後白河、後鳥羽の各天皇が院政を行うが、実はこの間も摂政関白には道長頼通の子孫がついている。やっぱり藤原家がいるのか。しかし、その後上皇による院政が続いたり、武士が台頭してきたりと、公家が政治の表舞台に立つのが困難な世の中になっていく。そこで権力維持のために動いたのが、平安時代末期の公家藤原の忠通だ。ここから御摂家に繋がっていく。どうして?忠通は後継ぎの男子が長い間生まれず、弟の藤原の頼長を養子にしていたが、40歳を過ぎてから男子が生まれたため、頼長と養子縁組を解消して息子に後を継がせたいと思うようになった。ああ、よくある話ね。この兄弟の対立に加え、皇室でも兄崇徳上皇と弟後白河天皇が政治の主導権をめぐって対立し、崇徳と頼長、後白河と忠通がそれぞれ結びつき、1156年に保元の乱が起こる。結局、後白河忠通が勝利し、頼長は乱の最中に命を落とすことになる。藤原家と皇室がそれぞれ分かれてバトルしたわけね。忠通の後は、長男元実、次男元房、三男兼実と三人の息子たちのそれぞれの子孫が、その時々の状況に応じて摂政関白の職を歴任するようになった。でもあんまり摂政も関白もいい地位ではなくなったのよね。院政から平氏政権、鎌倉幕府と権力の中枢が移りゆく中で、摂政関白の政治的な力は低下した。だから外戚かどうかは関係なくなって、藤原北家嫡流の世襲制とされるようになっていくようになったんだ。名誉職みたいな感じになっちゃったのね。忠通の長男、近衛元実が若くして亡くなり、近衛元実が幼かったために弟の松戸の元房が継いでいる。世襲制になったから、継ぐべき子が幼い場合は兄弟でその職を回していくようになったんだな。天皇が幼いから摂政や関白を置いたのに、なんだかややこしいことになったわね。そしてその過程で、長男の元実の家は近衛家、次男の元房の家は松戸の家、三男の兼実の家は九条家と呼ばれるようになった。これはそれぞれ、邸宅を構えた場所にちなんでいる。この家の中でも格の違いとかはあったの?長男の家である近衛家が藤原北家の嫡流と言えるだろう。松戸の家からは二人の摂政関白を出したが、その後は摂政関白を出すことなく衰退し、戦国時代には途絶えてしまう。やっぱり分家しても長男の家が強いのねー。一方、鎌倉時代の末に近衛家からは高司家、九条家からは一条家と二条家が分家した。そして近衛家高司家九条家一条家二条家と、この五つの家は五摂家と呼ばれた。じゃあこの五摂家の中から、摂政と関白を輩出していったってことね。ただ例外もあった。その例外が、豊臣秀吉とその上の秀次だ。おお、ここで秀吉が出てくるのか。ただ、秀吉も関白は藤原氏からという慣例を無視したわけではない。藤原氏の一族である近衛咲久の養子になるという形で、関白についている。慣習は守ったわけか。そうだ。秀吉は藤原氏とは縁もゆかりもないが、形だけは摂政関白は藤原氏からという先例を守ったんだろうな。秀吉は関白の位にこだわったから、朝廷での決まり事にもこだわりたかったのかもね。そして現在藤原氏の子孫は五摂家として続いている。まず挙げられるのが、近衛家だ。
この池は五石家の筆頭となり、祖はこの江本真だ。五石家の中で初めて当氏の長者を務めたのもこの池だ。当氏の長者って何？藤原氏の代表者として、藤原氏の政治財務宗教など全般に関わる仕事だ。歴代天皇が継承する三種の神器のように、代々受け継がれる法器なんかも存在していたそうだぜ。へえ、さすが歴史の深い家だけのことはあるわね。この池で代表的な有名人というと、日中戦争や太平洋戦争中の総理大臣近衛文麿だろうな。本当に近代まで政治で活躍してる人がいるってすごいわねー。次は高塚酒だ。高塚酒は、この池三大当主である近衛家実の四男である高塚酒兼平が祖になる。家名は平安京の高塚酒工事に由来するそうだ。有名な人はいるの？高塚酒で有名な人は、高塚里志道じゃないかな。高塚里志道は昭和天皇の三女高の宮和子内親王を一般平民の身分で妻としたことで有名になった。天当主は伊勢神宮大宮寺を経て、神社長通りの職に就いているそうだ。今度は天皇の娘を妻に迎えるようになったって、時代の流れを感じて面白いわね。外籍でも逆になってるものな。次は九条家だ。九条家は、藤原の忠通の六男である九条兼実が祖だ。京都九条にあった、九条殿に住んだことが家名の由来だそうだ。この家には藤原家に関する面白い会が関わっている。面白い会？藤原氏の末裔が集まる藤末会というものがあり、この藤末会の会長は代々九条家当主が務めると決まっている。ちなみに、藤末会は毎年秋に、藤原氏の氏神である春日大社に集まって行われているそうだ。今でも藤原氏が集まっているのか、参加はできないけど見てみたいわねー。次は二条家だ。九条家から分家した二条家は、九条家三代目当主である九条道家の次男二条義実が祖になる。この二条義実が二条富の工事の邸宅を二条殿と称したのが家名の由来だ。この家には他の藤原氏と違うところがあるの？26代当主である二条成行は、最後の関白だった。これは、王政復古の大号令により摂政関白が廃止されたためだ。また、足利将軍家や徳川将軍家から代々返帰を受けており、五石家の中では最も親幕派とされている。へえ、朝廷の中でも幕府に近かった藤原家でもあるのね。最後は一条家だ。一条家は、九条道家の三男一条実常が祖となる。九条道家が創建した一条殿を一条実常が受け継いで住んだことが家名の由来だ。九条家の屋敷に住むようになったのか。一条家には、九条流の政治的権威を裏付ける東華堂文庫というものがある。これは五二条諸道記、玉葉、玉髄だ。これはこの池にもあって、この池のものは陽明文庫というものがある。各藤原家にもそういう歴史的な古書とか宝物があるってことか。面白いわね。さらに22代当主である一条忠香の三女が明治天皇の皇后となったことでも有名だな。明治まで結局藤原家は続いているのね。まず1867年、王政復古の大号令に伴い摂関制度が廃止された。そのため五石家は明治維新後、華族になった。さらに1884年の華族令により、五石家はすべて公爵位を授けられることになる。江戸時代の身分は解体されたけど、公家は華族として残ったんだもんね。その後も、後の皇后となる皇太子妃は五石家の令嬢から選ばれるなど、華族の筆頭とされた。だからさっき紹介した一条忠香の三女は、明治天皇皇后こと秋則皇后となったし、大正天皇の皇后貞明皇后は九条家の出身だ。つい最近の話じゃない。すごいわね。1947年に華族令が廃止されるまで、華族の財産は華族世襲財産法という法で守られていたから、親から子へ引き継がれていたし、貴族院議員の選挙費選挙権、後の学習院である華族学校での教育などの特権もあった。でも今は華族はいないじゃない？そこからはどうなったの？五石家は、現代まで続いている。現在もそれぞれの家に当主が存在し、神職や実業家、弁護士などの職に就いている。ただし、五石家の当主は、直系ばかりじゃない。養子に入って家を継いだ人もいるぜ。さすがに直系だけでは守り続けられないわよねー。例えばこの池の源頭主この江忠輝は、もともと旧華族細川家の出身で、元首相細川森弘の実弟にあたる。1965年に養子となり、この池を継いでいるぜ。さらに現在、伊勢神宮大宮寺の任にある高塚酒の当主高塚直武も、昭和天皇第三皇女の養子に入った。皇室ともつながりがあるけど、細川だから武家ともつながりがあるのね。幕末の頃には公家と武家がぐっと近くなる出来事が多くなるからな。じゃあ今につながる藤原家は五石家だけなの？五石家以外の藤原氏の子孫姓家家、藤原氏の子孫には、五石家の他にも、姓家家と呼ばれる人たちも存在する。彼らは摂関家に次ぐ高い価格を持っており、朝廷内でも高い地位に上ることができた。
公家の価格の一つで、価格としては上から2番目で、摂関家に次いで高い価格になる。御摂家とは別ってこと？摂政関白にはなれないが、その次の位である左大臣になることができるし、特に貢献した場合は太政大臣になることができる家だった。摂政と関白が、それだけ特殊な地位だったのね。室町幕府が機能していた時期、公家としての足利家は青瓦家より上位にいた。つまり、摂関家足利家青瓦家の順になる。また、豊臣政権においては五大老、徳川家康前田利家上杉景勝浮田秀家毛利輝元が青瓦家格の扱いを受けた。家柄というより、朝廷の中での立場を表すものでもあったのね。公家としての青瓦家は、三条家、西園寺家、今出川家、徳大寺家、火山院家、大井帝家、小掛の七家が代表的だが、時期により多少の出入りがある。時代にとって盛衰があるってことね。青瓦家は、朝廷では一般的に左大臣まで昇進した。左大臣の職務は、朝廷政治の実質的なトップだ。人事や重要な決定事項、祭祀などは天皇が行うが、そうではない事項は左大臣とその部下である官僚が裁いた。右大臣がいる場合は二人で分担して仕事をしていた。それってほとんど実権を握っているってことじゃないの？摂関家がつく摂政や関白は天皇のサポートだから、左大臣より上位ではあるが管轄する仕事が異なる。ただし、摂関家であっても摂政関白に就任する前に左右大臣を経験することが慣例だったから、青瓦家当主であっても摂関家の指定とポスト争いをすることも多かった。結局御摂家とは争わなきゃいけないのか。だが摂関家は家業がないが、青瓦家は代々伝わる家業があった。代表的なものは、有足古実雅楽装束だ。有足古実？有足古実とは、朝廷におけるマナーのことだ。手紙の書き方から儀式の立ち居振る舞い、服装規定などが含まれる。青瓦家は代々の日記をもとにマナーの知見を蓄積していた。朝廷との歴史が深い藤原家ならではねー。それに関連して、装束とは儀式で使う衣装の仕立てや着付けのノウハウのことだ。現在、装束の家としては高倉家山品家が有名だが、高倉家は大井帝家から、山品家は徳大寺家から知識の伝授をされている。装束まで決まってるのもすごい話ねー。また、雅楽は宮中で儀式や宴会の折に演奏する音楽で、笛や笙、琴など楽器ごとに流派がある。峠秀樹さんが話題になってたわね。雅楽の内情を話してたけど面白かったわ。ここからは青瓦家でも有名な家を紹介しよう。まずは三条家だ。摂関家と同じく藤原北家の流れだが、藤原の道長の叔父とその子孫たちの一族で、官員流と呼ばれている。家業は有足古実雅楽装束だ。へえ、道長の子孫ではあるのね。三条家は道長の叔父から数えて四代目の藤原の金座根から分かれる。彼の次男実行が、京都の三条高倉に屋敷を構えたことから三条家と呼ばれるようになった。三条家には分家があり、三条西扇町三条などがある。ちなみに戦国大名の浮田氏は三条家の分家だ。あ、こんなところで戦国武将と繋がるのね。戦国時代、当主の三条金よりは都の騒乱を避けて周防の大内義隆のもとに滞在していたが、1551年の大明寺の変で殺害された。その息子実則も京都で間もなく亡くなり、三条家は一時的に断絶する。1575年に三条錦身信が再興した。戦国の騒乱に巻き込まれることもあったのね。三条金よりは三人の娘がいたが、一人は武田信玄の正室三条夫人、一人は本願寺賢女の妻女春に、もう一人は寛令細川春元の正室になっている。武将と本当に深く関わっているのね。次は西園寺家だ。西園寺家も藤原北家の官員流で、三条家と同じく藤原の金座根の三男道末から分かれた流れだ。家業は有足古実雅楽だ。家人を多数輩出している若に長けた家でもある。あら、それは雅な家柄ねー。西園寺家は、摂関家一条家の家霊だった。家霊は家来の語源で、家霊は主の私的な行事に参加したり、主の作法に従ったりする義務があった。御摂家に仕える青瓦家もいたのね。西園寺の由来は、道末のひ孫金常が、京都北山に建てた寺の名に由来する。この寺の跡地は後に足利義満に譲られて六園寺となったぜ。金閣寺のことね。意外なつながりだな。次は今出川家菊亭家だ。今出川家は西園寺家の分家で、西園寺実金の子金末が始祖だ。金末の屋敷が京都の今出川にあったので今出川家と呼ばれた。菊亭は？その邸宅には菊が大量に植えてあったとか、金末が菊をめでたとかで菊亭とも呼ばれ、明治以降は菊亭が正式な名字となっている。家業は有足古実雅楽だ。庭に植えてある植物で家の通称があるのも貴族っぽいわね。切り壺とか優雅を見たい。この家も戦国時代に災難にあった。戦国時代の当主今出川春末は、
豊臣政権で公家武家間の取り次ぎ役として重要な働きをした。しかし娘が秀次の妻だったため、秀次事件に連座して越後に流されている。武士の時代とはいえ、公家も政治に関わっていたのね。次は徳大寺家だ。徳大寺家も藤原北家官員流で、藤原の金座の四男実吉が始祖だ。家名の由来は、実吉が京都の衣笠丘に建てた山荘に、徳大寺という仏堂があったことから来ている。家業は有職古実雅楽だな。もう有職古実と雅楽は必須ね。戦国時代の当主徳大寺実道は、戦乱を避けて下校した越中の国で戦に巻き込まれ命を落とした。子供がいなかったため火山院家から養子を迎え、現在に至る。江戸時代の屋敷跡は現在の同志社大学となっているぜ。あ、そうなんだ。本当に京都の町とも深く関わっているのね。武家藤原氏。こんな風に様々な流れに分かれた藤原家だが、武家ともつながりが深かった。そして武家から流れた藤原家は、全国に広がっていくことになる。ここからは武家藤原氏について見ていこう。了解よ。武家藤原家で最も重要な藤原氏は、藤原北家から出た藤原の女の流れだ。この女の流れから、全国に子孫が広がった武家藤原氏の祖とも言える藤原の俊人や、藤原の秀里を輩出したからだ。つまり武家藤原氏の主流だな。藤原の女はどんな人だったの？魚女は藤原北家の祖、房崎の五男で、後任天皇の信任を得て順調に出世し、781年には左大臣に任じられた。順調に出世し、平穏な人生を全うすると思われたが、頼りにしていた後任天皇が崩御すると、思わぬ運命が彼を待ち受けていた。何があったの？782年に氷上の川継の乱が勃発した。川継は天武天皇の孫塩焼き王と、聖武天皇の皇女不破内親王との間に生まれた男子だ。つまり父方母方ともに天武天皇の血を引いていたわけだ。ああ、天武系と天智系の話ね。そうだ。後藤は天武系から、天智系の後任天皇を経てその王子である桓武天皇に移っていたが、川継はそんな中、帝位を狙って謀反を企てた。しかし未然に露見し、事件に関与した多くの供養、天上人が流罪になった。そして女も左大臣を罷免され、太宰府に流されることとなった。そっか、朝廷から追い出されたのね。魚女は太宰府に赴く途中、摂津の国で病気になってしまう。かなり重病だったらしく、摂津の国から動くことができなくなったようだ。後に入京を許されるが、帰京することなく摂津の国で亡くなった。左大臣にまでなったのにねえ。でもその代わりに、藤原家の子孫が広がることになった。魚女の五代後の藤原の俊人は、北陸越前の国に勢力を持った平安時代中期の軍事貴族で、軍事長官をも務めた藤原の時長の子として生まれた。妻も越前の国の豪族の娘であり、かなりのお金持ちだったと言われている。軍事エリートでお金持ちだったのね。藤原の俊人のお金持ちエピソードとして、芋がゆの話は有名だ。芥川雄之介の小説にもあるやつね。俊人が若い頃、身分は高いがお金がない恋の者に芋がゆを腹いっぱい食べさせようと、京都から鶴ヶの自分の館へ連れて行ったものの、恋の者は大量の芋がゆを見ただけで満足してしまったという話だな。そうそう。その逸話の人物なのね。俊人は越前の国に住みながら、藤原の摂関家にも勤めて、911年には神津家の国の国司となり、以後、上総武蔵など関東地方の国司を務めた。晩年には父と同じく鎮守府将軍に任命され、親子2代にわたって軍事のトップを務め、当時の武家藤原氏のエリート一族だった。なるほどね。朝廷の藤原家から離れて、軍事力を持つ家となったわけね。藤原の俊人の子孫は繁栄し、とても数も増えたので特別に俊人という藤原氏とも呼ばれるようになった。代表的なのは加賀の国を中心に、越前の国の都の国越中の国にまたがって勢力を誇った斎藤氏だな。斎藤道三につながる家系ね。さらに加賀の藤原という意味から起こった加藤氏をはじめとして、林氏豊田氏伊達氏、倉光氏富樫氏新藤氏武田氏引田氏吉原氏安原氏赤塚氏など、数々の一族を輩出した。ここにもちらほらの地に有力な武家になる家が混じってるわね。次は藤原の秀里こと田原藤田だ。秀里は平安時代中期の武将で、魚女のひ孫でもある祖父と与沢の代から下野の国の国司を務める家系で、その地に土着した一族と考えられている。先に紹介した藤原の俊人の関東の地盤を引き継いだとも言われている武士だ。こちらも魚女の一族なのね。この藤原の秀里を一躍有名にしたのは、平の貞盛と協力して平の正門の乱を鎮圧したことだ。この功績により、下野の国だけでなく、神津の国と武蔵の国の国司にも任命され、関東で第一の武将と言われるようになった。田原と歌でも有名よね。そうだ。
室町時代になると、合流の秀里が近江三上山の大向でを退治し、富と将軍の地位を得るといういわゆる俵と歌物語が広まり、おとぎ雑誌や絵巻として人々に後世にわたって親しまれる存在となった。強い武将だったんでしょうね。秀里の家系は、藤原氏の中で多く子孫が繁栄し、秀里という藤原氏とも呼ばれる。まず息子である藤原の千春の流れからは岩手県平泉に勢力を誇った奥州藤原氏へと繋がった。ここで奥州藤原氏と繋がるのか。さらに狐の流れからは佐藤氏、須藤氏、後藤氏、伊賀氏などを出した佐藤一族をはじめとして、近藤氏、島田大友、武藤将二などを出した近藤氏族、小山氏、長沼氏、龍騎氏などが出た小山氏族など、全国に広がっていった。こちらからも多くの武家が誕生してるのね。一言に藤原氏といっても、様々な支流がある。嫡流で上品な貴族の藤原氏もいれば、勇敢な武士の藤原氏もいる。藤原氏が大族と言われるのも、秀里というと歳比というに代表される武家が全国的に広がったからこそで、武家藤原氏はいわば庶民派の藤原氏とも言えるな。公家にこだわらず幅広く広がったのも、繁栄する理由なのね。さらに藤原家はどんなに権力を有しても、決して天皇家を滅ぼそうとはしなかった。天皇を滅ぼさず、天皇を利用しながら政権を支配したわけだ。確かにそうね。実質的には政権を掌握していた藤原氏だったが、朝廷に仕える士族というスタンスを崩さず、天皇と帝臣、このパワーバランスを保ち続けている。つまり、権力を手にしても独自の国家を作ることはしなかったわけだ。幕府を作ったり別の朝廷を建てたりしなかったわけね。天皇とのパワーバランスが崩れてしまうと、国家を揺るがす大事件になってしまう。藤原氏の処世術がいかに巧妙であったかがよくわかるな。滅ぼさずに利用する、とっても高度なスキルね。そのスキルが藤原氏をここまで栄え続けさせたんだろうな。ということで今回の解説はここまでだぜ。次回もぜひ見てくれよな。チャンネル登録高評価もよろしくね。ご視聴ありがとうございました。